みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はちょっとマニアックに、アコギのピックアップの種類、システムの種類をお話しさせていただこうかなと思います。機種名とかではなくて、こういう方法があるよみたいな、そんなご紹介でございます。そのアコギの音を、ね、その拾ってスピーカーから大音量で流すとか、主にライブとかだと思うんですけれども、そういう環境に縁がない方にとっては、この動画は全く役に立たないと思うんですけれども、知識の一環として覚えておいても面白いかなと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。アコギの音を増幅するシステムについてでございます。結構興味ある人はいると思うんですけどね。どうでしょう、興味ありますか？大丈夫ですか？アコギ持ってますか？大きく分けると3つあります。1つ目がピエゾ。超スタンダードな、もう一般的な、もう一番よく使われているシステムでございます。で、その次がマイク。大体の場合がコンデンサマイクというその感度の良いマイクを使うことが多いんですけれども、コンデンサマイクで使う音を拾う方法もあるということです。で、その次、マグネット。これはエレキギターと同じ方法で、その音を拾っていくんですけれども、ちょっと順番に行きましょう。順番に。まず、ピエゾ。こちら、ヘッドレイのギターなんですけれども、これはもう本当に標準的なアンダーサドルタイプのピエゾが搭載されております。元からついている感じですね。アンダーサドルという名前のとおり、そのサドルの下にピエゾ素子が入っているんですよ。この白いパーツ、サドルの下にピエゾが仕込まれていると。そうですね、なんか細長い棒なんですけども、ちょっと実物見た方が良いかもしれません。実物。多分この辺にありました。実物。これがそのピエゾでございます。なんじゃこりゃって感じですよね。ピエゾ。なんかこう圧電素子ってやつなんですけれども、この金色の棒みたいなやつをこのサドルの下にこう仕込んでおくと、そうするとこの弦の振動がこっちに伝わるじゃないですか。で、この人って圧電素子っていう名前で、その圧力が関わるとその電力が発生するみたいな、なんかそういう性質の人なんですよ。で、その電力か何かわかんないんですけれども、その信号をプリアンプというその音を作る装置に行って、でプリアンプからアンプを出力されて、でアンプの方で音が出るという、そんな感じのシステムでございます。圧電素子。ちょっと鳴らして音を聞いてみましょうか。このまま弾いちゃうと、ビデオカメラにこの生音の方がバーッといってしまうので、ちょっとアンプの前に、このローランドの AC33 の前に iPhone を置いて、ちょっとこの音声とミックスをさせながら、切り替えたりとかしながら鳴らしてみようかなと思います。で、アンプの方はトレブルもミドルもベースもフルフラット、真ん中の状態で弾いてみます。こんな音がします。こんな感じの音でございます。このピエゾの最大の特徴としては、ハウリングが起こりにくいことなんですよ。ハウリングが起こりにくい。これもライブとかでもすごい重要な要素でございまして、そのアンプからスピーカーとかからその大音量でそのギターの音が流れるじゃないですか。で、そのギターの音はもちろんこっちにも届くわけで、ギターがその音を拾ってしまうと、さらにその音をスピーカーが再生して、で、その再生した音をギターが拾ったらまたスピーカーに流れてっていう感じで、こう無限ループが生まれてしまいますよね。それがいわゆるそのハウリングってやつでございまして、なんかたまにこのカラオケでこう高い音がキーンなんてなったりするじゃないですか。まさにあれがハウリングでございます。ライブ中にあんなキーンっていう、ね、高い音が出て、なんかハウリングとか起きたらすげえもう最悪じゃないですか。でも、ピエゾの場合は、さっきも言ったとおり、その振動で音を拾っているので、スピーカーから大音量が流れていても、この振動さえしなければ OK という感じなので、非常にハウリングが起こりにくいシステムになっております。もちろん、ハウるときはハウるんですけどね。
でも、ハウらない、すごいハウらないです。けど、このまた別のデメリットというか、別の特徴としては、結構この音がペラペラになってしまうんですよ。ペラペラになってしまう。ちょっと後からいろんなギターを弾くので、聴き比べていただきたいんですけれども、ちょっとこの奥行きがない感じがするんです。ちょっといろいろ聴き比べないと、何が何だかって感じかもしれないんですけれども、ちょっとこの薄いというか、奥行きがない、なんかそんな感じの音なのが、ちょっと残念なポイントって感じです。普通にアコギをこのジャカジャカストロークする方とかはそんな気にしないと思うんですけれども、なんかそのソロギターとか、なんかそのフィンガースタイルでこの演奏する方々は、結構このピエゾを嫌う傾向があるような気がします。まあ、かくいう僕もそんなに好きかって言われると、できればピエゾじゃない方が嬉しいなっていう感じなんですけれども、でもまあね、単純に安いということと、このハウらないという取り回しの良さとか、なんかそういうのをひっくるめると、やっぱりスタンダードになるよなって感じです。普通にもう使いやすいです。あともう一つ この特徴としては、その振動で音を拾っているので、このそれぞれの弦に対してムラがないというのもまた大きな特徴ですね。システムによっては1弦と2弦がすげえ音量でかくて、他の弦はすげえ音量小さいみたいな、そういったこともあるんですけれども、振動で音を拾うと、そういう弦のムラとかも均一に拾ってくれるので、結構助かる場面もあったりとかします。では次行きましょうか。次、ピエゾ。さっきのヘッドウェイのギターは、アンダーサドル、このサドルの下に仕込まれている、すごい一般的なタイプでしたが、次に紹介させていただくのは、貼り付け型のピエゾでございます。ここから覗くと、そのピエゾが見えるんですけれども、マッチ箱ぐらいのサイズのなんかこう箱があるんですよ。それをここにこう貼って、音を拾うタイプのものでございます。写真で見るとこんな感じ。ズババ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 バと、こんなものが。アコギの中に入っております。で、こう鳴らしてみると、当たり前ですけども、ここにその貼り付け型がいるので、叩いてみると、でっかい音が鳴ると。で、アンダーサドルと比べて、その特徴としては、そのギター全体の振動を拾ってくれているので、結構このエアー感、エアー感という言い方をするんですけれども、空気感のあるような浮揚感の音がするのが特徴かなという感じです。ちょっと弾いてみます。このピックアップの特徴として、結構モコモコしやすいというところがあるので、まあね、これだけだとちょっと変な音ですけれども、もう少しこのミドルとベースを削ってトレブルを上げたりとかすると、もうちょっとこの聞きやすい音に。なるかなという感じです。で、またこれの大きな特徴としては、そのボディ全体の振動を結構いい感じに拾ってくれるので、この叩き系の方も安心して。叩いたりすることができるという感じです。結構こういう、ちょっと出力が小さいですけども。こういう音とかもちょこちょこ拾ってくれる感じです。さっきのアンダーサドルタイプのものだと、ここ自体が振動しないと音を拾ってくれないので、結構こういうのとか全然拾ってくれなかったりとかするんですよ。けど、この貼り付け型の場合は、このトップのボディ全体の振動を拾ってくれるので、まあ、叩いたりとかすることもできますし、ちょっとこのアンダーサドルと比べると、このエア感というか空気感がある感じの音が得られるという感じです。ただ、ちょっと聞いていただいてわかるかと思うんですけども、少しモコモコしがちなところがあるので、ちょっと使い方は注意という感じですね。まあ、そんな感じで、振動で音を拾うタイプのピエゾのご紹介をさせていただきました。で、その次、マイク。コンデンサマイクでございます。コンデンサマイクが
音質としては多分理想というか、なんていうんですかね、アコギらしい音が出てくるわけですよ。まあ、そりゃそうですよね。そのアコギの音をマイクで拾ってそれで増幅してるんですからね。ただ、コンデンサマイクの場合の一番のデメリットとしては、めっちゃハウリングが起こるということなんです。さっきみたいにその振動とかで音を拾っているわけではなく、普通にも音として、その空気の振動として音を拾ってしまっているので、スピーカーからその空気の振動がわーってこう広がると、そのマイクは拾ってしまうんですよ。そうするとまたこう無限ループが生まれて、ヒャーンみたいな、そういう最悪な結果が出てきたりとかするんですが、まあ、ちょっと流してみましょう。そうですね、ちょっと厳密に言うと、今出している音は、このピエゾとマイクの、このダブルで凄馬みたいな、そんな感じなんですけれども。で、まあ、マイク今結構強めにブレンドしているので、普通になんかこう喋ったりとかすれば、こちらから出力がされるような感じでございます。ちょっと弾いてみましょう。アコギっぽい感じですよね。なんか一番ギターらしい音がしませんか？こんな感じでマイクをブレンドすることによって、すごいこの生感、生感というんですかね、アコースティック感というんですかね、アコギらしい音が出せるという感じです。ただ、さっきも言った通り、そのアンプからちょっと強く出力をすると、すぐに。ちょっとハウって、ハウってわかりますか？後ろの方でキンキンって音が鳴っているんですけれども、このぐらいの音量でももうすでにちょっとハウり始めてしまっていると。これがさらにこの大きくなると、もうこんなちっちゃいキンキンのところじゃなくて、もうヒャーみたいな、もう大惨事みたいな音になってしまうので、ちょっと使いどころ要注意という感じでございます。でも音質としてはもう最高というか、やっぱできるだけマイクの音をブレンドしたいというのが正直なところでございます。で、まあ、マイクで音を拾っているので、もちろんそのギターの、この振動というんですかね、その叩いた音とかも拾ってくれます。今、これ突っ込んでいるのは、その LR バックスのアンセムというピックアップなんですけれども、これもまた、ここから覗くとわかるんですが、写真で見るとこんな感じです。ババーン！この奥の方にある白い、なんかこう、細長いサムシングが、これがマイクになっております。なので、内部でこう、ね、こうバーッとこう共鳴しているいい音がこのマイクで拾ってくれて、出力をしてくれているというような、なんかそんな感じのシステムなわけでございます。まあ、たまにコンデンサマイクのみというやつもありますけれども、まあ、大体のピックアップがなんか何かしらとこう複合していることが多いかなという感じです。で、さっきのピックアップの場合は、アンセムの場合は、そのピエゾとマイクのブレンド量、こういったものを調節できるので、ちょっといろんな音作りができて面白いかなという感じでございました。で、最後、マグネット。ギターのピックアップってあるじゃないですか。エレキギターのピックアップ。エレキギターのピックアップ。あれ、なんだろうな。なんて言えばいいんだろう。ちょっと小難しい話になっちゃうんですけれども、このポールピースっていう、なんかこうありますよね。エレキギターになんかこう丸っこい、なんかそのギブソンとかでもありますし、なんかこうストラトとかでもなんかこう丸いのが6個あるじゃないですか。あの丸って、この実は奥に細長い磁石になっておりまして、でその周りにそのコイルっていうその導線みたいなのがぐる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 巻きつけられてるんですよ。で、そんな感じで細長い磁石とそのコイルをこの用意しておいて、その上で何かしらの金属がこうファーッと触れると、電磁誘導っていって、なんか不思議とそのコイルに電流が流れるんです。で、その電流が流れて、それをこの、ね、アンプの方に出力して、それがエレキギターの音になるという、そういうシステムなんですけれども、マグネットピックアップの場合は、そのエレキギターのシステムをそのまま持ってきている感じでございます。なので、この、それぞれ、なんていうんですかね、このネジ、銀色のネジ、これがその磁石っぽい感じになっておりまして、その上でこの弦が振動することにより、その音を拾っていくという感じになります。ちょっと鳴らしてみます。
これは今。これで今そのマグネットのみで音を鳴らしております。ちょっとエレキギターっぽい感じしますよね。そんな感じしませんか。私はなんかエレキギターっぽい感じの音がするなっていう印象なんですけれども、どうでしょうか。まあ、これの大きな特徴としては、ピエドと一緒でそのハウリングが起こりにくいということです。そのスピーカーの音から大音量がこうガーッと再生されても、こっちは電磁誘導で音を拾っているので、その空気の振動は全然関係ないと。ただ、その空気の振動が弦を揺らしちゃうとハウリングになってしまうんですけど、まあ、それはエレキギターも一緒でありまして。エレキギターみたいにその歪ませたりとかしなければ、ね、そこまで弦を揺るがすほどの、ね、このスピーカーの音量というのはなかなかないと思うので、まあ、そんなにハウリングが起こることはないと思うんですが、まあ、ハウリングが起こりにくいというのが大きな特徴でございます。で、そのハウリングが起こりにくくて、エレキギターと同じ手法で音を拾っているので、結構エレキギターよりの音色がするという感じです。さっき の, そのコンデンサーマイクみたいな感じの、ああいうエアー感とか、この生感、アコースティック感というのはちょっと薄い音って感じですよね。けど、なんだかんだでこういう音の方は加工しやすかったり、扱いやすかったりとかするので、まあ、どれがいい悪いってなかなか言えないところなんですけど、まあ、そんな感じです。で、マグネット の, この一番 の, このデメリットとしては、この弦のバランスが悪いということです。弦のバランスが悪い。さっきも言ったとおり、そのこのポールピースの上で鉄分じゃねえや、この金属がこのなんかこう、ね、ガーッと揺れたりとかすると、電磁誘導、電力が起こって、なんかこう信号が送られると、まあ、そんなシステムをやっているわけなんですけれども、もちろんその揺れる金属の質量が大きければ大きいほど、その流れる電流っていうのは大きくなってくるわけですよ。ギターの弦って一見、この1弦から順番にこう太くなっていくように見えてますけれども、実は3弦が一番細いんです。3弦が一番細い。1弦と2弦は何弦に太い。なので、順番にちょっとこう弾いていくとすると、1弦と2弦はそこそこの音量が出てきます。こんな感じで。でも3弦は。ちょっとなんか奥まった感じしますよね。こんな感じで。これ、なんでこんなことが起こるかというと、この3456弦が巻き弦だからなんですよ。その電磁誘導を巻き起こすこの、まあ、芯線、この真ん中のプレーン弦がありますよね。で、それに対してこのぐる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 と細いまたこの金属を巻いて使っているわけなんですけれども、もともとの芯線はすごい細いものですし、さらにその巻き弦があることによって、このストレート差がなくなってしまうと、1弦と2弦めっちゃまっすぐだけども、3弦からは、すごい奥まった感じがするのがわかるかと思います。これがちょっと唯一というか、大きなデメリットだなという感じですね。まあ、これをうまく使って、ね、1弦、2弦だけでこうメロディーを弾くとかやれば、もうメロディーはめっちゃ浮き立って、バッキングの方はちゃんとこう組まっててみたい な, なんかそういう相乗効果みたいなのが生み出せるかもしれないんですけれども、ちょっとまあそれが難しいところでもあるという感じですね。で、このセイモア・ダンガンのマグマイクというピックアップなんですけれども、これコンデンサーマイクも一緒にくっついておりますので、マイクをこの出力を大きくしていけば、まあ、このマグネットの音の太さとコンデンサーマイクのエア感、めっちゃハウリングしますね。まあ、こんな感じの音ができる、作れるわけです。
マグネットの鈍成分はその音が太いというか、なんていうかどしっとしている感じはあるんですけども、エアー感がないと。かといって、そのマイク、かといってじゃないか。で、そこにこうマイクの、このエアー感をこうガーッとこうプラスしてあげると、いい感じにこうブレンドしてて、いい音が作れるねみたいな、まあ、そういった、趣旨のピックアップでございます。では、どうでしたでしょうか。ちょっといろんなギターについている、なんかいろんなピックアップをご紹介させていただきました。まあ、一番最初に言ったとおり、アコギでライブをしない人にとっては、すごい関係のない話だったと思うんですけれども、まあ、知識の一環として、なんとなく覚えておいていただきますと、これ幸いでございます。では、また違う動画でお会いいたしましょう。あ、今度また、要望があれば、なんかこのセッティング例というわけじゃないですけれども、こういうギタリストはこういうふうにすればええねみたいな、なんかそんな話もさせていただこうかなと思います。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。